ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者、井上直也、31イコール大橋、と WBC バンタム級王者の中谷淳と、26イコール MT のドリームマッチが来年秋以降に東京ドームで開催されることになりそうだ。写真、井上直也と対峙するサムグッドマン、専門メディア、ボクシングソーシャル、 によると、井上の共同プロモーターを務めるトップランク社のボブアラム最高経営責任者、セオは、モンスターと中谷の日本人対決について計画中であると認めた。アラムセオは、それに取り組んでいる。二人とも勝ち続けてほしい。そして日本のボクシング史上最大の試合になるだろう。史上最も人気のチケットになるだろう、と語っていたという。アラムセオは、 井上が中谷と対戦するのは3試合後になる見込みという。すでに12月24日に WBO&IBF スーパーバンタム級1位のサム・グッドマン、オーストラリアとの対戦が確実で、来年4月には米国に連れてきて、試合をすることになるでしょう。そして東京ドームで日本史上最大の試合で両者を戦わせるのです。との構想を語っていた。井上は先日、 中谷との対戦を見据える発言をしており、日本人対決に意欲を示した。中谷がスーパーバンタム級に階級を上げる必要もあるため、実現は来年秋となるが、マッチメイクの行方が注目される。